い、どうも、マクルです。いつもご視聴いただき、誠にありがとうございます。ということで、今回はこちらの赤原イモリのイモリウムなんですが、こちらにヤマトヌマエビと水草を追加したいと思います。苔対策ということで、ヤマトヌマエビを入れます。そして水草の方は足場になるような感じで、隅っこの方に植えていこうと思います。では、まず、ヤマトヌマエビを移したいと思います。はい、というわけでこちらが、購入しました水草とヤマトヌマエビですね。マツモを購入してみました。できるだけ景観を損なわないというか、なんとなく国産の水草に限定してみようかなと思い、これにしてみました。なんだかんだ初めての水草なのでうまくいくのかわかんないんですが、これを使っていきます。ということでですね、この下にヤマトヌマエビ10匹ですね、いるんですが、糞がすごいな。ではまず、ヤマトヌマエビを入れるんですが、その間に、水草その前にという、こちらですね、これ。農薬、付着生物、貝の卵など、腐敗菌の除去ということで、これをやっていきます。2リットルの水道水に溶かして水草を10分つけますということでですね。若干水草を見た感じ、スネイルが、使ってしもた。スネイルの卵があったので、それをちょっと除去したいなと思います。このように白い粉ですね。白い粉です。ここに2リットルの水道水を入れます。10分ですね、入れて。スネイルの卵が見当たらないですね。よし。では10分待つ間にヤマトヌマエビを移したいと思います。はい、では移すんですが、まず水合わせっていうのは昨日の晩からしておりますので、おそらく大丈夫かと思います。ということで移していきます。できるだけ糞を救わないように。よし。よいしょ。はい、というわけで10匹入れ終えました。赤原が食いつき噛みつきますね。やっぱり極力食べられないように大きいヤマトを選んだんですが、南にせずに、どうなるでしょうね。ただ前回の方でも水槽でも入れてたので、おそらくは大丈夫かなと思うんですが、はい、ということで10分経ちましたので、ちょっとね、一旦この先ほどの方に入れて、よし、ちょっと流水で洗ってきます。松も5本ですね。これを、この角に植えるべきかどうか、浮かしておくべきかどうかな。あと1本はこっちの角ですね。植えるの無理っぽい。ちょっと難しいので、浮かばせておくことにします。こちらも、ちょっと、手前と奥で分けて、流れちゃうかもしれないんですけど、これでね、ちゃんと足場になるはずです。流木がもうちょっと奥に持っていこうかな。よいしょ。ここら辺も OK。 よし、完了です。とっても普通ですね。ただ景観を損なわないように、日本風、日本産、国産というのか、の水草を一応選びました。マツモが国産なのかわかんないですが、そんな雰囲気を感じます。はい。
ただ CO2 添加するべきなのか否かちょっとわからないんですが、そこら辺も調べて必要であれば添加しようかなと思います。上から見るとこのような感じですね。はい、というわけで今回はこちらに大和沼エビと水草の松藻を追加しました。大和沼エビは正直餌に、食べられてしまう可能性あるんですが、それは正直仕方ないかなと思います。何やら泳いでますね。今のところは問題なくこの中で赤原イモリ5匹飼育できてるかなと思います。あと次回はおそらくですがまたライモリケージのリセットかなと思いますので、そちらもよろしければご視聴のほどよろしくお願いします。ということでこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。